スはホームで大分と対戦。キャプテン小出選手が古巣対決に闘志を燃やしています。ベガルタはおととい一般公開で練習を行いました。前節は悔しい逆転負けでしたが、フォワード中山が今シーズン初ゴール、怪我で離脱していた遠藤もこの日から合流しています。このうちより闘志を燃やしているのが去年まで大分でプレーした小出雄太です。まあ、絶対負けたくないという気持ちはやっぱより一層他のチームとやるときよりも強いですし、まあ、いいプレーをしてチームを勝たせたいという気持ちは特に強いですね。ベガルタは現在14位、ホームでは4試合勝利がありません。2位の大分に勝って弾みをつけたいところです。絶対落とせない試合というのは自分たちも重々承知しているし、まあ、そういったプレッシャーの中を跳ねのけてチームとして、まあ、いい方向に向かっていくというターニングポイントにできれば最高だと思うし、そうしなきゃいけないと思っているので、まあ、いい試合をして勝ちたいなというふうに思っています。はい、ベガルタにとっては絶対に負けられない一戦です。大分トリニータ戦は明日午後1時59分から KHB で生中継します。解説はベガルタ OB 太田義明さんです。どうぞご覧ください。